こんにちは、東京都水道歴史館学芸員の金子と申します。今回は12月1日、東京水道の日にちなんで、東京近代水道を象徴する施設であった淀橋浄水場について、ご紹介してまいります。淀橋浄水場は明治31年12月1日に、本郷給水場を通じまして、神田日本橋方面に、通水を開始しております。こちらが東京初の近代的浄水場として作られた施設ということになります。これ以前にも水道というのは江戸に通っておりました。江戸時代の場合は川の水を、そのまま自然の重力を利用して流していたんですね。水道管も石とか木でできていたんですが、この淀橋浄水場ができましてからは、蒸気機関で圧力をかけて、鉄製の水道管を使って水を送るようになります。こちらに、ありますのが当時のポンプの、置いてあった機関室の模型になります。今白い模型になっておりますが、レンガ造りの非常に立派な建物であるというふうに言われております。こちらに2本、これもレンガ積みの煙突になりますが、これは蒸気機関の煙を吐き出すためのものということで、非常に象徴的な煙突2本の建物であったというふうに言われております。この淀橋浄水場、最初に日本の東京首都に水を送るために作られた浄水場でございますけれども、その後も長く使われておりました。最初的には昭和40年になりますけれども、3月31日に最終的に役割を終えたとなります。これどこにあったかといいますと、都庁の中ですね。現在の新宿副都心、ビルがたくさん建っておりますが、そこに、この淀橋浄水場はありました。現在新宿副都心のあたりに行ってみますと、地上と地下が入り組んだような複雑な構造になっておりますが、これは淀橋浄水場の、水をきれいにするためのプールがあったんですが、沈丁地とかろ過地と申します。こういうものがあった名残というふうに言われております。この他にも、現在の都庁の周辺にはさまざまな、当時の名残が残っております。淀橋浄水場の正門の跡地には石碑が立っておりまして、新宿中央公園の中には、ちょっと高台のところになりますけど、当時あった六角堂という休憩室のような施設が残されております。